灼熱の大阪湾北港、そこは地ぬの海だ。沖に浮かぶ堤防をくまなく歩き、岸壁ギリギリを釣る。真夏の大阪湾といえば、エチ釣り、落とし込みで狙い、壁際で釣り師を挑発する黒鯛に尽きる。東の楽園東京湾でエチ釣りの腕を磨いてきたのは、カワハギ、マルイカをはじめとする船釣りでおなじみの飯田澄夫さん。実は飯田さんにとって原点の釣りとは船ではなくエチ釣りだった。子供の時にその、まあ、防波堤でサビキ釣りとかをしてて、あの、まあ、イワシだとか小アジを釣ってる時に、あの背びれをピンと張ったクロダイをあの釣って持ってくる方がいたんですよ。でその魚を見た時にかっこいいなっていう第一印象は、すごい銀ピカで綺麗で背びれがピンとしてて、で子供の目から見るとね、あの魚釣りたいな、かっこいい魚を釣りたい、うん、よし来ましたよ。わずか50センチ圏内でせめぎ合うクロダイと釣り師の攻防。大阪湾の夏はヘチ釣りだ。河川銀座と呼ばれるほどいくつもの川が流れ込む大阪湾には豊富な栄養素が運ばれ、全国屈指のクロダイの魚影に恵まれている。古くは大阪の地名だったチヌという名前、湾内にクロダイがすこぶる多いことからこの魚の別称となった。まさにチヌの海。いろいろなそのポイントの形状というか、普通の防波堤もあるし、足場の高いところもあれば低いところもある。あとはその釣り場の規模がやっぱり大きいんですよ。本当こっち来ると例えば1日で下手すると東京湾でやってる1シーズン分ぐらいの当たりの数があったりだとか、ね、釣果も得られるんで。しかし例年であればベストシーズンのはずの7月上旬、今年は二十数年ぶりの不漁の年だという。前日までほとんどの堤防で当たりすらない状況。いくつかの一級ポイントにわたって状況を探るしかなかった。今回あのヘチ釣りということで、あの林雄祭ヘチスペシャル、あの地元なんかでよく使ってるあの一番柔らかい S の285、これを選んでまず試してみます。とあとあの新しく発売された、林雄祭88スペシャル、このリールで、まあ、竿とリールでクロダイを釣ってみようと思います。よく一般的にこういうあの1対1のリールってこう糸を通している時にあのどうしてもスプールが空回りして、あのこの軸の部分とかにあの、まあ、絡まってしまう、そういうトラブルがすごい多かったんですけど、今回あのこのクリック機能を採用することによって余分な糸の出過ぎるのを防止することができます。あと例えばね、魚釣った、まあ、玉編みですくってあの針を外す時とかにやっぱり竿を置いたりとかして、そういう時にその、まあ、当然、まあ、ライン通ってるんで、あのやっぱりその引っ張られる力によってスプールがやっぱり空回りして、そのバックラッシュしちゃうっていうことをあの防ぐこともできます。仕掛けの、 あの道とハリスの接続なんですけど、あの、まあ、極小の読み戻しを使います。ハリスの長さなんですけど、あの普段あの東京の方で釣りをしている時にだいたい狙う棚がだいたい1ヒロぐらいっていうのが一番多いんですよ。でそれで当たりを取るためにだいたいこの矢引きぐらい、だいたいこれぐらいの長さ、まあ、これで例えば魚の食いが悪いかっていうと全然そういうの関係ないんで、針もそうなんですけど、あのやっぱり使い慣れた大きさ、これが一番なのかな。で今回ねあの用意してる今この結ぶ針なんですけど、海津針の14号で、多分この大きさって大きい方だと思うんですよ。で普段小さい針使ってる人がこの針を使って、え針大きすぎて食わないのかな、そういう不安が結構出ちゃうと思うんで、もう本当に使い慣れた大きさを選ぶっていうのが一番いいと思います。針の地元にガンダマの 3B をかまして仕掛けの準備完了。予想外の厳しさだが、自分の目で確認してみないことにはわからない。さあスタートだ。
想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。期待と待ち焦がれた出会いと、豊かな自然と豊かな時と、あの興奮を、あの感動を、釣りが私たちにもたらしてくれるもの、シマノ。大阪湾北港関連の鳩で飯田さんのヘチ釣りが始まった。全長1キロを超える堤防だが、もちろんクロダイの付き場にも見極め方がある。まあ、一番あのね、分かりやすいのは例えば防波堤の先端、沖堤だと両先端ありますよね。そういうあの、まあ、先端周りの潮の通しのいいところ、その他に例えば、まあ、こういうねケーソンの継ぎ目で、これが上だけの場合もあるんだけど、下の方も全部継ぎ目になってる場合っていうのがあるんで、そういうところなんかも結構潮の例えば変化があるとか、餌がいっぱいついてるとか、いろいろねそういう条件揃うので、そういうところも集中的に落としていきますね。餌は意外、通称カラス貝を使う。こんな感じです。釣り方そのものは実に明快。壁面からの距離50センチ以内を目安に、木はギリギリをキープして餌を落とし込んでいく。しかしタラ探りや落とし込むスピードなど、シンプルだからこそ奥深い釣りだ。情報ではなんかそこという情報だったんで、まあ、とりあえずね、そこを狙ってます。一番最初だけね、一応棚も狙ってんだけど、もうその後はもうその例えばその間、そこはもう無視してそこまでを落としてます。堤防高くてで、特にそこの場合ってその着いた瞬間とか、まあ、そこ近くで食うことが多いんで、とりあえず糸 の例えば落下が止まったら、それが底なのか魚なのかって、まあ、分かんないんですよ。でそれをまず聞き合わせで、例えば値上がりなのか、でも魚がいないでそこに着いただけかっていうのをまず見極めて、で竿先にその生命反応を感じたら合わせてあげる。これがもう一番基本ですね。やられてますよ。なんかね、うんとは思ったんだけど、でも違うかなみたいな、それぐらい微妙な感じですね。ヘチ釣りは足で稼ぐ釣りだ。当たりがあれば同じ場所をしつこく攻めることもあるが、基本的には粘るよりも 2,3 回でかからなかったらどんどん動いて落とし込む。その繰り返しが釣果への近道となる。お、来ましたよ。あ、ひびれですね。今ね、地底まで出してたんだけど、棚で途中でストップして、この辺はね、キビレと普通のクロダイと両方混じってますね。でやっぱりね、汽水域が多いんで、まあ、関東の方だとね、このキビレって結構少ないんですけど、こっちのね、関西の方は結構これが釣れます。もう本当に食い気のない時でも、やっぱ魚ってこう上から落ちてくるものに反応しちゃう場合ってあるんですよ。で、まあ、その習性を利用した釣り方ですよね。この結構大きなカラス貝ね、イガイがついてるんだけど、これをやっぱり最初口に吸い込むんですよ。その口に入った瞬間のあたりを捉えて合わせることによってうまく張りかかりする。でそれが例えば遅れちゃったりすると、最初あったようにこう貝を潰されちゃう、で潰されて吐き出されてしまう、でそういうことが多いんで、一番いいのはやっぱりその潰す前に合わせる。そうなってくると、やっぱりその見やすいラインを使って落とす速度ですよね。その魚の吸い込みやすい速度で、あとはその自分の見やすい速度ですね。その当たりを、まあ、止まったかどうか分かんないような重りを使っているとやっぱり分かんないんで、ちょうどあ止まったなっていうのが分かる重さ。
来ましたよ。今度はね、ちょっと貝捕らえちゃってますね。今落としていく時に1キロぐらいから当たり始めて、でなんかそのかけられる当たりではないんですよ。でそのまま落としてって、最後やっぱりちょうどそこの竿1本分ぐらい、そうだな、ちょっと引き込むような感じで。初日ひびれとはいえ、飯田さんは数枚の釣果を得た。翌早朝、船長と相談して向かったのは大阪湾屈指の名ポイント、夢島。日の出とともに渡り、浅間爪のチャンスを狙う。堤防の内側や軽村の隙間、外側と中層から底までくまなく探るものの、生命反応がない。先端まで行き、戻る頃にはスタートから2時間も経っていた。よし、クロダイだ。クロダイでした。今ね、この中ってだいたい2キロ、まあ、あるかないかぐらいの水深 で一応情報ではそこで食うような話だったんで、一応そこまで糸を出して落としてたんだけど、今1キロぐらいかな、でもう止まった状態ですね。まあ、これね40ないぐらいなんだけど、やっぱり40から45ぐらいっていうのが、まあ、例年だと一番釣れるサイズですね。ここ来てていい時だと1日に25枚から30枚ぐらいっていうのはありますね。さすがの夢島。飯田さん、ようやくクロダイを手にして内心ホッとしていた。渋い状況下では集中力を邪魔しないタックル性能は特に重要になる。まずですね、ロッドに取り付けして、ホールド感ですよね。ね、今回のね、林雄祭88スペシャル、まあ、ロッドを持ってこう、まあ、人差し指っていうのが今までですと、リールの、まあ、スプールじゃない反対側にこう、まあ、押さえる形だったんですけど、安定がないんですよね。指がまあ、その時によっていろんなところに行ってしまって、で大きい魚かけた時とかにその安定しない。で今回のやつはね、これ見てもらうと分かると思うんですけど、こう指がね、この人差し指がちょうどうまくかかるような状態、まあ、竿を握って、この人差し指でもさらにこのリールをしっかりホールドできるような仕上げになってます。あと特にね、このヘチ釣りの場合って、このラインの変化で当たりを取ること多いので、このスプル径が小さいと巻き癖がすごいできてしまうんです。これをね、なくすために、まあ、ギリギリぐらいまで大きな径にして、その、まあ、糸の巻き癖がつきづらい仕上げにしてあります。クロダイ1枚が釣れただけで、その後の当たりはなくなり、場所を変える。今回ね、まあ、このリールに付属されているこのベルトで、まずこのハンドルの部分かけていただいて、で竿に回して止めることによって、スプールの弱点とか空回りを防ぐことができます。このまま船に乗って移動します。次は前日当たりが多かったというポイント。飯田さんも何度となく上がっていい思いをしたそうだ。ところで、関東でいうヘチ釣りと関西流の落とし込み釣り、堤防の際を攻め、考え方は全く同じ釣りだが、タックルや仕掛けに微妙な違いがある。ヘチ釣りって呼ばれてる釣り方は、まあ、大体そうですね、2メーター80前後、まあ、2メーター70前後ぐらいの竿で、まあ、見やすい道糸で、特にね、落とし込みって呼ばれてる釣り方って、その下りのような目印がついてる、これで当たりを取るんですけど、ヘチの場合はもう本当にこのラインの変化だけ。例えば足場の高いところなんかだと、その風が吹いてるとラインが吹かれてしまう、
そういうのを防ぐためにその、まあ、竿を長くしてその目印をつけて、まあ、その目印をある程度海面に浮かべながら、その風の抵抗をなるべく少なくして、そのヘチ際をキープしながら落とすような、まあ、そういう釣り方ですよね。でそういう高いところで例えば風があると、こういうね短竿なんかだとやっぱり道糸がすごい吹かれてしまって、なかなか餌が落ちていかない。でこの竿でそういう場所でやるとなると、今度そのガン玉の重さを変えて、うまく落とすように、まあ、調整しますけどね、はい、結構ねこういうふうにね引いてる魚もすごい、このスプールのね溝でこうがっちり押さえることができるんで、やり取りがすごい楽ですよね。あとねこの竿の弾力を利用してうまくねこうある程度溜めてるだけで魚浮いてくるんで、こうやってね今引き出された時なんかでもねスプールがねちょうどいい感じで押さえられるし、全然痛さがないですよね。結構ねこの木ブレって一回当たり始めると結構餌がなくなるまでしつこく当たってくることが多いんですけど、クロダイだと一回触って例えばかけ損なうと、まあ、それで終わり、例えば割られないで餌そのままなんだけど、多分今の当たりだなと思うとガン玉に歯型がついてるだとか、それがね貝を割られた時なんかでも本当一発勝負ですよね。ユーマ爪に備えて船長が渡してくれたのは中野灯台。実はこれまでほとんど釣り人を挙げていないポイントだが、当たりは多く見込みは高いという。おっ、来た。結構ね関東であんまり釣れないんで、ね、これが釣れると自分なんか嬉しいですよね。引きも強いし厚みがあるね。これ確かに肉厚で体高もある色も鮮やかなキビレ。45センチクラスが釣れればサイズ的にも申し分ないだろう。キビレだね。浮き上げられるけどかわいそうだから。今もうほんとくわえて引っ張った感じですよね。くわえて逃げる、他のやつに取られないように。少しサイズアップしたかな。もうね、本当東京湾だとワンシーズンやって30枚とかするともう結構釣れたなっていうような状況なんですけど、こっちに来るともう本当に例えば1日でそういう釣果が出てしまうとか、結構ね仲間なんかでも関東からね、こっちの方に遠征してきて楽しんでる人は結構多いですよね。2日目はキビレが20枚近く釣れたものの、本命クロダイは1枚のみ。明日に期待しよう。俊敏であり繊細であり極めて
知的である。クイックレスポンスシリーズ、シマノ。その興奮360度、ルアーフィッシングを愛してやまないから僕らは海へ向かう。その情熱を支える島のテクノロジー、おーでかいぞ。海を楽しみ尽くせ、島の。感性とテクノロジーが共鳴する。経験と性能がそれぞれを高め合う。フォースマスター基本性能新基準、シマノ。3日目の午前中、飯田さんは再び夢洲に来ていた。せっかく大阪湾に来たからにはクロダイの姿をもっと見たいというのが本音だ。得意の内側スリットを攻める。多分これ地合いくればもっとかかり良くなると思うんですけど、やっぱりちょっと餌を加えてすぐ離しちゃう感じ。今もね、あのこの釣る前に落とした時にやっぱりちょっと触ったんですよ。で離されてもう一回落とし直したらまた食ってくる感じで。夢島が黒鯛確率は一番高い。飯田さんの読みが的中した。厳しいケースでは直近の情報と現場を探った上での自身の感覚がものを言える。自分が一番好きなパターンなんですけど、この柱のちょうど真ん中ぐらいに餌を振り込んで、まあ、張らず緩まずぐらいの状態でこう落としていきます。でこの中って水深が浅いので、とりあえずそこまで落とします。今ねこれ糸がふわって吹けたのがこれ着底で、この瞬間に食うことが多いんで、だいたいこの瞬間でこうゆっくり引き上げてあげます。その時に魚が食うと穂先にもたれるようなあたりが出るので、そしたらもうそのまま竿に乗せるような感じで合わせてあげると張りがかりします。他にも柱と柱の間に振り込んで落とし込んでいく方法もある。スリットのしかも影になっている部分にはクロダイが潜んでいることが多い。ただしこのパターンはテクニックを磨く必要がある。今もね、あの当たったんだけど餌はそのまんまで、一瞬加えるだけですね。あ、外れた。なんで今日ね、あの結構あの黒鯛のあたりあるんですけど、針外れがすごい多くて、あの、ね、今まで1枚の貝をつけてたんだけど、その貝をねやっぱり割ってこないで、その割る前にかけてるんで、どうしてもその針の懐部分が狭くなってしまって、うまく針がかりしないのかな。でそういう時のね、あの対処方法として、
貝のこの繊維の部分ですよね、繊維の部分にこう針を何回かつけます。つき方がいろいろあって、例えば少ない場合、例えばつけた時にこういうもう本当に少ない状態の時に、あれちょっと餌がちっちゃいなとか、まあ、あとはこう釣ってて落ちちゃう場合ってあるんですよね、どうしても繊維だけなんで。その時にまた他の少し大きめのやつだとか、そういうののこのうまく繊維ごと取ります。こういう状態だとやっぱこう持ってあげてこう巻いてあげます。でこの繊維をなるべくこういう針を刺しやすい状態にして、そしてこの繊維のところにこう針を通します。ね、これでどんどんその餌の大きさをすごい調整しやすいんで、すごいまあ、これはね試してみる価値がすごいあると思います。この状態だと例えば合わせるとこれが飛ぶんですよね、針から。そうするとね、この、まあ、障害になるものがなくなるんで、がっちり魚の口にかかるようになると思います。小さい当たりは続いている。飯田さんの餌付け作戦、功を奏するか。強い。よし。ほい。じゃあ今度ねちゃんとフッキングして、今のねつけ方だと針はほとんどまあ出た状態なんで、まあ餌を吸い込んで、まあ、針のその懐部分がいっぱい出てるので、がっちりかかったような感じだと思います。ともすれば超悲しもあり得る大阪湾で出会えたクロダイに喜びもひとしおだった。竿にリールに、でリールも1対1で、まあ、道糸から寄り戻し張りすがって、であとまあこの防波堤についてるようなこういうカラス貝だとか、あとカニだとか、そういうね餌をつけて、その時によってその重りの大きさを変える。でそれもねその潮の流れだとか風によって大きさを変えて、その壁面にこうギリギリに落としていく。でその自分で防波堤を歩いて、でここにいるかな、ここにいるかなっていう、で次は来るだろう、うん、その楽しさですよね。江戸時代武士道に通じるとされてきたクロダイ釣り、ヘチ釣りはまさにその精神を彷彿とさせる。手軽だからこそ奥深い。壁際50センチのつばぜり合いは真剣勝負だ。俊敏であり繊細であり極めて知的である。クイックレスポンスシリーズ、シマノ。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。今回発売されたリニューサイ88スペシャルの大きな特徴として、アジャスタブル8という機能があります。ネジを4本外すと、このように外すことができます。でさらにですね、この内側にもネジが4本あって、少しずつ1個ずつこうずらすことによって、ロッドとスプールの間隔が狭くなります。こういう感じですね。ロッドにこうリールを取り付けた時に、各自手の大きさだとか、このロッドの持ちやすさ、操作性の良さっていうことが、まあ、固定されたリールですともう一つのパターンしかできない。そうすると例えば持ちづらいだとかやり取りしづらいっていうことが起きるんですけど、この8個の
うまく調整することによって各自その持ちやすい位置っていうのが必ず見つかるはずなんです。そのことによって例えばこのサミングのしやすさ、リールの糸の出しやすさ、ブレーキのかけやすさ、こういうことにすごい機能を発揮すると思います。輸入祭88スペシャルの、その他の特徴として、サミングワイドエッジというこのスプールのエッジの部分がデコボコした形状になっています。魚がかかった時のこのブレーキのかけやすさ、さらにあの魚がかかった時にその糸をどうしても出されてしまう場合、その時にこの形状がですね、あの深すぎても逆に今度手が痛くなってしまうだとか、浅すぎると今度糸がずるずるあのブレーキをかけることができないで出てしまう、そういうのを防ぐちょうどいいバランスの取れた形状に仕上がっています。糸の出し入れ、これなんかもすごいやりやすくなっています。リールの足の形状、これがですね、人差し指をこう添えることができます。このことによって竿のホールド感が良くなって、落とし込んでる最中にこの竿のバランスですよね、その竿の持ち方によって不安定になってしまうことを防ぐことができます。さらに大きなクロダイをかけた時にこのしっかりホールドすることができて、溜めることもできます。輸入祭88スペシャルをロッドに取り付けた時に、まずラインを通します。この時に、このね、スプールがフリーなので、この状態で糸を通していると、このスプールが、余分に回ってしまって、例えばバックラッシュしてこの足の部分に絡んでしまうだとか、いっぱい糸が出てしまう、こういうのを防ぐためにこのクリック機構がついています。このオンにすることによって、このクリック機構で音が鳴る、で、ブレーキがかかるので余分な糸引けが出ず、ロッドにスムーズにラインを通すことができます。このリールには、オプションでスプールリングというのが付属されています。これは輸入祭88スペシャルのスプールの回転をですね、変えることができます。輸入祭88スペシャルはシングルハンドルなんですけれど、お好みによってハンドルを買っていただくことによってダブルハンドルにすることができます。